皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日は電力でございまして、ある日、中国共産党のご機嫌を損ねたら、電気が止まるという日が来るかもしれません。参ります。よろしくお願いします。はい。ではまずですね、こちらの地図をご覧ください。はい。これ世界地図でございますが、線が引っ張られていると思います。 これ、世界中を送電網で繋ぎましょうという地図でございまして、えー、現在ですね、国際送電網構想という構想がございます。えー、別名、グローバルエネルギーインターコネクションというふうに申しますが、世界全体を送電網でつないで、電気を無駄なく使いましょうという構想でございます。じゃあ何の電力を使うのかと言いますと、 いわゆるクリーンエネルギーとか自然エネルギーとか呼ばれるものですね。風力、水力、太陽光、地熱とかといったクリーンエネルギーというのを使いましょうということでございます。で、現在、このクリーンエネルギーって、あの、各国でですね、どんどん設備を作って作ってはいるんですけれども、どうしても極地で作るので、 あの、発電ロスというのが生じてしまっていて、作るけれども捨ててしまう電気というのも結構あるということなんですね。えー、これを国際的につなぐことで、なるべく無駄なくですね、こういうクリーンエネルギーを使っていきましょうということになります。で、えー、どんどん、えー、国際的に分配しますので、もうバンバン発電してもいいということで、こういうところにもっと大きな発電設備も作っていきましょうと。無駄なく使えるんで安心して作っていきましょうと。 ということも言われているということでございます。で、一応2050年までにこの構想というのはまあ完成を目指しておりまして、この構想が完成いたしますと、今全世界で使っている電力のおよそ4分の1から3分の1が賄えてしまうということで、現在の温暖化対策にもですね、非常に有益であるということが言われているということでございます。 はい。で、問題は、これを誰が言い出したのかということですが、2015年、中国の習近平さんが発表いたしました。はい。で、それを受けまして、中国の国家電網という国有企業がございます。 電力会社さんですけれども、まあ、電力もやってますし、送電網の構築なんかもやっている、おそらく最大手じゃないかなというふうに思いますが、巨大な企業があります。で、この会社が温度を取りまして、2016年に、えー、国際送電網構想発展協力機構ですね。えー、まあ、別名、グローバルエネルギーインターコネクション発展協力機構というのを作りました。 はい。で、ここの会長に、えー、この国家電網の会長さんである、リュウ・さんという方がつきまして、で、副会長に、ソフトバンクの孫正義さんがついているという状況でございます。孫さんに関してはまた後ほど、多少お話しさせていただければというふうに思いますが、えー、という状況になっているということです。で、えー まだそんなに進んでいるわけではございません。ございませんけれども、中国としては非常にメリットが大きいです。この送電網をやるときっていうのは、電気をですね、もう、なるべく高圧にしてまとめて送って、で、各国の、その変電所でですね、家庭や工場とかで使える電圧まで落としていって、まあ、実際に使用するということになるんですけれども、この、なるべく超高圧にする企画というのを、UHV と言います。 ウルトラハイボルテージという企画があるんですけれども、この技術、今世界で一番トップを走っているのは中国だというふうに言われております。で、もともとは日本とか欧米とかからいろいろ教えてもらったんですけれども、中国というのはここ数十年で国内の送電網というのをとにかく取ってんかってん作ってきました。あのー、え静、ー、電闘争ですよね。西、中国の 電気を主に使っているのは沿岸部が多いので、西っで、三峡ダムとかもそうですけども、西側で発電した電気を東に持ってけっていうのがあるんですね。中国にはこういうプロジェクトがいくつかありますけれども、そのバランスが悪いので、えー、バランスを良くしましょうっていう構想がある。その中の電気のものですね。で、これをやるために三峡ダムからもそうですけれども、お超超高圧のおこのお送電網、 送電線っていうのが引っ張られてます。で、これをずっとやってきたので、ええー、まあ、いわゆる、それによって訓練されてしまったわけですね。で、ええー、この技術が今トップレベル、世界でトップレベルだというふうに言われておりまして、中国はこの、ええー、自国の技術っていうのを国際標準化したいわけですね。まだできていないと思いますが、これを国際標準化して、この、国際送電網構想で、ええー、に当てはまってしまいますと、非常に危なくて、 えー、まあ中国、お金の部分で、まずは中国がすごい儲かります。設備も作るし、あと送電網というのは必ず保守をしなければいけないので、えー、保守の料金がずっと中国に入り続けるということになります。なりますが、安全保障的に考えると、別にお金は、あの、働いた分持ってってもらうのは全然構わないんですけれども、世界中で保守をするということになりますので、定期的に世界中に、 の、エリアに中国はアクセスすることができるということになります。何するか分かりませんので、まあ、後ほど、あの、またお話しますけれども、インターネットとつながりますので、何するか分からないので、非常に危ないと、いうことが言えるというふうに思います。えー、当然これはですね、えー、どっか声を上げるところはなかったのかというところですが、実際にこの危ないぞという声は上がっております。こちらのニュースになります。はい。 えー、フィリピンなんですけれども、フィリピンの議員さんが実はですね、えー、警鐘を鳴らしまして、フィリピンというのの、えー、大きな電力会社の株ですね、を40%ぐらいもう中国の、この国家電もかどうかちょっとあれなんですけども、中国がとにかく持ってしまってるということなんですね。で、一番重篤なのは、あその電気のですね、一番重要な核になる、 オペレーションの部分にもうフィリピンの人は触れないらしいです。中国人しかアクセスできない状況になっているということでございまして、ボタン一つでフィリピンの大部分の電気が止まるということですね。逆に言うと中国側から言うと止められるという状況に現状リアルになってしまっているということです。で、平時ならもちろんいいんですけれども、問題は紛争時。 えー、一回止められてしまうと、元の状態に戻るのに、最低でも24時間かかるというふうに報告書では言われております。で、これが、電気が復旧するのに24時間なのか、それとも本当にその、いろんな機器がまた再起動しますので、そういった意味で24時間なのかというところはちょっとわかりませんけれども、日本であれば、一般電気事業者、東電とか北電とか中電とかですね、一般電気事、 事業者というのは必ず電気絶対止めちゃダメです。もうこれ法律で決まっております。政府と特殊な約款を結んでおりまして、例えば、新電力さんでですね、契約をしてて、新電力さんそれ潰れましたとか何か不具合があったとしても、電気を流している大元は一般電気事業者になります。国から特別な権限を与えている事業者になりますので、そこは絶対止めちゃいけません、電気を。 えー、というようになっているので、日本で同じようなことが起こるかどうかはちょっと不明なんですけれども、ひとまずフィリピンは止められてしまう状況にすでにあるということで警鐘が鳴らされたということでございます。まあ当たり前の話ですね。で、このですね、えー、国家総電網構想の小型版みたいなものがアジアで行われております。 で中国電力派遣とかみたいな感じで調べていくと出てくるのがこのアジアスーパーグリッド構想という構想が出てきます。で、一応ですね、国際送電網構想とは別立てではあるんですけれども、現状ですね、もうあの、国際送電網構想の中の、えー、アジアのテストケースというような位置で捉えて、まあ、ほぼほぼ一色単に捉えていただいていいのかなというふうに思います。ちなみに、 こんな感じで電線が引っ張られます。えー、日本に対して、ロシア、韓国、中国から電気が供給されるという状況でございます。はい。で、この電気がですね、えー、JEPX だったかな、えー、電気卸売市場があるんですよ。日本の。そこに供給されて、えー、実際に家庭とか工場とかに日本の電力会社とかを通じて売られると。 ということになりますので、えー、あからさまにに価格の操作ななんかもできてしままううということいこりますねはいでまあ一番問題はインターネットというところになるんですけれどもこれあのロシアも韓国も中国ともどことも日本は問題を抱えてますので一本たりとも通してはいけないと思います一本たりともですね是非やめていただきたいと。 いいう,うに思います、はいえー、そしてこれ最後になりますが、孫正義さんでございますね。どこで関わっているのかといいますと、えー、3.11、日本でも大きな地震がございました。たくさんの方が悲しみに、まあ、あの包まれてしまったあという事故がありましたけれどもお、その時ですね、孫さんが資材を投じて、えー、作ったその、まあえー、エネルギーの財団があります。で、そこが日本では、 えー、結構率先してですね、この国際送電網構想というのを推進している財団になるということになるんですが、えー、孫さんがですね、このタイミング的に言って、その人道的な観点でやってるのか、その、まあ、ビジネス的な観点でやってるのか、それとも政治的な観点でやってるのか、それはもうわかりません。知る余地がありませんけれども、なぜソフトバンクが全然関係ない電気に、 その入っていくのということになりますと、実はですね、この送電網構想と並行して進んでいるもう一個の構想があります。それがスマートグリッドと呼ばれます。で、このスマートグリッドって何かと言いますと、えー、電気を適正使用して最小化して節電しましょうという構想です。つまり、人が 動いている部屋は電気を使う。でも人がいないと確認されている部屋は電気を消すということを AI がやってくれるということになります。で、その電気の進んでいくと電気の使用量なんかも、例えば本を読んでるなと思えば、それなりの適切なで電気の明るさにしたりとか、なんかビデオを見てるなとか、何にもせずにお茶飲んでるだけだなとか、人間が何をしてるかによってもその電気の あの、光の量を変えたりとかですね、えー。そういうことが行われていくんじゃないかなと思います。えー、そしてそれを最適性化することで使用電力を減らしていくということになりますが、まずこれによってですね、AI が使われてしまうということですね。そして、このスーパー,あースマートグリッドをするためには、発電設備から、あその端末の機器までを インターネット接続しなければいけません。ということで、あなたが、皆さんが部屋の中で何をしているのかということ、そして皆さんのパソコンの中身というのが中国共産党に続けになる可能性というのが発生します。はい。で、そんなことを実際に可能なのかっていうような疑問も湧くんですが、 中国共産党というのは14億人の情報を管理して、で、その14億人の人の中でインターネット好きな人が無限に書き込む書き込みを全部検閲しようとしている、そういう集団であります。日本の1億2000万人っていうのはもう余裕でできるというふうに思いますので、非常に危険だということです。で、こういう、まあ、ことを言うとですね、あの、 実際に、えー、中国が検閲したなんていう日本の国内をですね、えー、見たという事例もないじゃないかというようなこともありますし、あとフィリピンの件も実際に中国がフィリピンの電気を止めたという事例はないわけです。えー、ただし、安全保障というのは、その事例に対して対応していたら安全保障にならないわけですね。えー、その、えー、危険が起こる可能性に対して何をするかというのが安全保障と。 いうことになりますので、こういったま懸念があるうちというのは、ロシアからも韓国からも中国からも、送電もなんていうものは一本体とも通すべきではないというふうに思うわけでございます。本日の内容は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。